飼い主です。ヨモギはどこにでもついてきます。トイレにも入ってきます。一緒に入るのはやっぱりなんだか落ち着かないので、外で待っててもらうために遊んだのがきっかけで、トイレがヨモギの遊び場になってしまいました。トイレ掃除をしていたら、遊んでほしくて入ってきました。可愛いので掃除が全然終わりません。どこかで見たことがある格好だなと思ったら、同じ姿で寝ていました。
最近本当に寒くなってきましたね。コメントで教えてもらった喉にプチプチを貼る作戦をやっと終え、冷気をだいぶ軽減できるようになりました。ノルウェージャンフォレストキャットは寒さに強いと言われる猫ですが、それでもふわふわは気持ちよさそうです。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。コメント、高評価、嬉しいです。ありがとうございます。そしてチャンネル登録していただきましてありがとうございます。また次の動画もぜひ見てください。近所に冬至があるのですが、桜と紅葉の時期に行われるライトアップの拝観券をもらったので行ってきました。昼間に行っても楽しくも何ともない場所ですが、別世界でとても綺麗でしたよ。京都ではいろんなところでライトアップイベントを行っているので、私のように歴史に興味のない方はぜひ夜に行ってみてください。